こんにちは、のりたろうです。今回はエクストリームアンティークコイン解析の第2弾ということで、オーストリアのフランツヨーゼフ雲上の女神という金貨をご紹介したいと思います。非常に有名なので、こちら見てくださっている方はご存知かと思うんですが、一応この企画ご説明しますと、エクストリームアンティークコイン解析ということで、私の独断と偏見で選んだコインについて、エクストリームに、極端に解析していこうという企画になります。もしこのコインのこの年代のものを解析してほしいというご要望がありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでいただけたらと思います。ということで、参りましょう。こちらのコインですね、オーストリアフランツヨーゼフ雲上の女神という金貨になります。100コロナというものになります。で、大きさは37ミリ、重さは 33.88g ということで、ほぼ1オンスですね。で、発行年度が単年度で、1908年の単年度発行になります。こちらはフランツヨーゼフの60周年を記念した金貨になります。で、発行枚数が1万6000枚と比較的多いんですが、鑑定枚数で言いますと PCGS で44枚、 NGC で316枚ということで、それほど鑑定されているものは多くないと。今でも、オークション見ますと、海外のオークションでは裸でというか未鑑定のままで売られているものも、結構多く見かけるコインになります。で、値動きを見ていきましょう。去年2021年に関してはこんな感じでいろいろ出てたんですが、64が去年出てた中では一番高いグレードで、 PF の65っていうのがですね、一番、最高鑑定で唯一1枚なので、これは後ほど出てくるかと思います。なかなか出てこないものです。で、64っていうのが2番目に、高いもので、こちらは5万5000ドルで、日本円に換算するときには今114円、レートが114円で計算してまして、で、オークションに払う手数料が 20%、 あと消費税 10%、 その他に保険とか送料とか、カード、決済の手数料とかそういったものがかかりますので、1.4 倍だいたいして換算しています。そうするとこちらは1010万円ということになります。で、ざっと続いて見ていきますと、 PF63 は、673万4000円 PF62 プラスというのが、ありまして、こちらは418万6000円 PF62 になりますと362万5200円と。で、PF の61は233万4150円。60になると159万6000円。AU58 ですね。は111万3350円。AU55 で91万というものですね。だいたい100万を超えて、いいものは1000万すると。いうのが去年の状況ですが、2019年はどうだったかというと、あまり出てこなかったんですけど、 PF62 で200万円、 AU の58グレードですと67万円あるですね。で、55グレードで57万円ということで、だいぶ安いと。で、5年前がどうだったかというと、PF の65ですね、これ先ほど言った最高鑑定の1枚しかないものは937万6500円ということです。で、PF の64、先ほど1000万円だったものは5年前は、703万2375円と、
で、PF63 が359万4271円と。で、PF の62になると、今度は211万ぐらいになって、PF61 では110万。で、60グレードでも、これはちょっと60グレードの方が高かったんですけど、133万2920円と。で、58グレードは、72万ということになります。でこれが10年前だったらどうだったかというと、これもあんまり出てこなかったんですけど、 PF の63で100万ぐらいで買えたということです。 PF の61だと55万、 PF の60が45万8000円ということで、非常に10年前に買っておけば相当上がってるなというような状況になっています。で、これを上昇率を計算しますと、PF の65一番最高鑑定は、1枚しかなかったので、ちょっと最後に、換算したものを紹介したいと思いますが、 PF の64は去年のものと5年前のもので比較して、年数で割って年率換算したものでいきますと 35.58% 毎年上がっている計算になります。で、ざーっと次いきますが、63は 46.83% 年率で、62グレードは 49.46%、 61グレードは 52.64%、 60グレードは 35.21%、58グレードは 39.69%、 AU55 は 79.19% 年で動いたんですけど、まあ大体見ると、30% 以上ですね、年率で上がっているっていうのが分かるかと思います。で、最後の PF65 ですね、最高鑑定のものは上昇率不明ですけど、2017年で、937万6500円だったので、だいたい上昇率 40% ぐらいですね。あの PF61 とか 50% とかだったので、まあ、40% ぐらいで上がるのを計算すると、今年2022年にもし出れば、まあ、1800万ぐらいにはなるかなというような感じで、全体的に今 30% 少なくても 35% 以上で値上がってるっていうのが、今回の運上の女神の解析結果になるかと思います。ただまあ今かなり高くなっているので、まあ少し1年間ぐらい足踏みするかなと思うので、2020年はもしかしたら少し買い時が来るのかな。2021年は非常に上がってたなというのが印象的なコインでした。はい、じゃあ今回の解析は以上になります。じゃあ最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be